今回は好評のよしくんの棚田からこんにちはです。カンターレオカリナ専任講師藤井義信先生が四季折々の自然をオカリナの音色に乗せてお届けいたします。どうぞご覧ください。はい、カンターレオカリナ制作者がお送りします YouTube チャンネルへようこそということで、今日はですねお手紙を頂戴しましたね、こちらの方はなんと高知県の方からいただきましたということで、お悩み解決になったかなね、またわからない場合はですね、メールの方でいただければね、私なりの見解さっといきますんでね、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でこれはね、今日届いたんですけど、今日これいきましょうということで、まあね、お手紙っていうのはね、やはりぬくもりがあるということでいきたいと思います。平本浩太様、いつも感心しながら動画を拝見しております。ありがとうございます。一番思うことは着眼点のすごいこと、説明が上手なことですということで、ありがとうございます。上から目線でかっこ失礼しますとんでもないですね。もう大先輩でございますんでね、またオカリナチャンネルかなと思うと途中から受験チャンネルになったり、多分私以外の人は何これはてなはてなはてなだったと思いますまあ確かにね、いきなりね、共通テスト利用とかね、併願とか言われてもね、わっけわかんないよね。でもね、まあ受験チャンネルやって若手 TV さんに出させてもらって明治あたりねちょっとお父さん入学式っすよ割とこういろんなとこでね、見られて見ていただけるんですけども、実はいろいろね考えてみると、カンターレをやってる人吹いてる人って結構学歴高いっていうのが分かりました、あるいは偏差値なんだ好きなんじゃんって人が結構多かった。まあ、結局さ、うちなんやかんや、まあ、受かったんだけど、最後法政に決めて法政になったじゃん。そしたらね、先日ね、来られて、買いに来てくださったお客様は、実は見てますよって話で、実は私の次女の旦那が法政なんですって言って、おおああなんて言いながらね、すごくこう何ていうの、親近感を持ってくださったりで、次女はちなみに千葉大なんですけどとかすごいっすねみたいな話とか、あとはもう一人の方はね、兄貴がお兄さんが法政大学出てて、あら浩太先生のお子さんと一緒なんだとかって言ってくださったりとか、あとはねこちらも千葉県のお客さんで来てくださって、甥っ子さんがね法政大学だったと。で確かね出る入るだったかな、だから同じキャンパスにいるってことはないんだけども、やっぱり法政おめでとうございますって言ってね、やっぱりその大学とかなんかこうやっぱ親近感があるのかなとかって思いますよね。だからやっぱり使うのはやっぱり服ならカンターレだね。そういうことなんです。カンターレなんですよね。で、カンターレファンで偏差値バーバーとしてはありがたいチャンネルでしたということで、そうなんですよ。こちらね、お手紙くださった人は、カンターレも使ってて、偏差値バーバーで僕が命名した人なんですよ。コメントなんでね、よくコメントをくれた人で、実は、その偏差値バーバー、このね、お手紙をくれた人のお孫さんがうちの息子と同い年なはずなんですよ。で今年受験でうちがマーチの H に行ったわけじゃないですか。で確かねこの偏差値バーバのお孫さんはマーチの M に行ったじゃないかなってそのコメントで読み取れたんですよね。どうですか、楽しくねお孫さん行ってらっしゃいますでしょうかということで、まあやはりね M ですから、うちよりはねやっぱり偏差値で言うと少なくても 2.5 から5ぐらいは高いよね。まあ明治あたり行きたかったねなんか偏差値親父のチャンネルになりそうだなあ、ところでおそらく明治っていうことはうちの息子よりはやっぱ頭良かったはずなんですよ。偏差値も高かったんで、一つね偏差値バーバーもし見てたら国立やんなかった、それだけちょっとちょうだい。結構聞かれるのよ、なんで国公立やんなかったのって。僕が全然私立でいいと思うんだけど、ちょっともし見てたらコメントくださいはい、ということでありがとうございました。でさらにここからです。
ところでコロナ禍の渦中、イニミニマニモも追いかけてましたということで、そうです、イニミニマニモといえば、まあ、このチャンネル見てくださる人だったら分かるんですけども、広島県でね活躍してくださっている藤井先生が、パティシエとして、またオカリナ講師としてやってるカフェでございますね。うん、それが秋太田町というところにあるんですけども、とうとう行ってまいりました。マジ素晴らしいところでした。風景も藤井先生他メンバーも、え、行っちゃったわけ、すごいな。やっぱこのさ、アクティビティがあるから、あのね複雑なあの入試方式だって、ほとんど僕より知ってるぐらいのコメントくれたからね、素晴らしいな。え、広島に行っちゃったバーバーすげえ。お昼をいただいていた3組6人のために、藤井先生と友永店長、あ、友永店長って言うんだ、俺初めて知った。あ、店長いつもお世話になってます、友永店長お世話になってます。オカリナ演奏をしてくださいました。リクエストしたわけではありませんが、動画にコメントを入れてくれたのを覚えてくださって、三崎巡りと、テルーの歌をデュオで演奏してくださいました。至福の時間でした。偏差値バーバー行っちゃいました、棚田。ほーすごい。っていうのも、実はこの偏差値バーバー住んでんのは、まあ言えないけど関東圏なのよ。うんね、だって息子が、あ、息子じゃねえや、孫がね M に行くぐらいだから。でも実家が広島なんですよ。うん、っていうのもくれたんですよ。ね、呉だったかな、あれ呉って どこにあるんだろうね、呉。ちょっとね、よくね、あ、広島があって呉どこだ、ああそうかそうか、そうだね、船だもんね、造船だから、あの瀬戸内海に面してるんだ。あ、広島の下なんだね呉ね。うん、で、お世話になってる下原先生が広島市の、東西か、ん、公民だからこっちか。うん、で、秋太田町、イニミニマニモってこっちなんだ、逆サイドなんだ。え、何これ、島根県の県境。はあ、偏差値バーバー、本当にありがとうございましたね、言っていただいて。うん、素晴らしいじゃないですか。んで、ちょっと続きがありますよ。先日、筑波のアルスホールの演奏中、呉からの注文があったとのこと。そうです。ですから、そう。で、実はこうね、この偏差値バーバーが、実は広島県は呉の出身で、何十年か前にこっちに出てきたんだよっていうことでね。ですから、まあ、確かに、その、なんていうの、生まれ故郷ではあるんだけど、広島県って。でもそこからね、秋太田町のイニミニマニモに足を運んでいただいたということで、またこれご縁つないだかなと思ってますよ。本当にありがとうございます。うん。またですね、呉の方にお伝えください、車がなくても行けます、なんて呼ぶんだろうこれ、石見交通高速バス利用で行けるそうです。広島のオカリナの聖地です。嬉しいじゃないですか。まあ偏差値親父も見てくださいましたし、まあ、秋太田町にも行ってくださるし、カンターレも吹いてくださる。で、私の息子も法政、そして偏差値バーバーもおそらく M じゃなかろうかとコメント欄から見るとね、そんな感じしておりますということでね、まあ、あのこのチャンネルでね見てこういろいろつながってるってことは本当にありがたいなと思っております。で、あの実はこれまた奇遇で、動画をもらってるんですよ、藤井先生から。うん、なのでぜひですね、まあ、偏差値バーバーね、あの行ったのをこう思い出しながら聞いていただいたり、あるいはまた行ってみたいなとかね、うん、あとはもちろんね、あの秋太田町のあたり、あるいは広島県の中でカンターレの聖地でございますから、そこでね演奏会、あるいは習いたいなという方はぜひね、カフェイニミニマニモにねご連絡いただければ、すごい大自然の中ですから、行ったことないけどね、ということでね、ぜひ藤井先生の演奏を聞いてください。やっぱりつながるね、カンターレ。